はい、じゃあお次はね、韓国から送ってくださった方がいます。部員名クギさん、見てますか？ありがとう。アムネス部長、オスチャースネース、オスチャースネース、バンドリテンスライブお疲れ様でした。ありがとうございます。今回も部長のライブを見られて本当に良かったです。私は仕事があって日本に行けなくて韓国で会いましたが、何人かの韓国のバンドリーマーたちがライブを見に日本に行ったと聞きました。最近日本旅行制限が緩和されて、少し制限を乗り越えればライブを見に行けるようになりました。私も早くアマネス部長に会いに日本へ行けるように頑張ります。部長も韓国に仕事で訪問してほしいです。ぜひ会いましょうっていうのと、もう一つございます。同じクニさんが、私は今回のリリリリサードライブ昼夜公演に当選しました。おめでとう。初めてアマネス部長に会いに行くのでとてもワクワクしています。ということは日本に来てくれるんですね。ライブの日付に合わせて日本旅行を計画しています。空港券と、航空券か、航空券と、宿の予約は完了したんですが、日本が初めてなので何を食べればいいか悩んでいます。食べたいものが多すぎます。アマネス部長がおすすめする日本の食べ物は何ですか？知らせてくださればありがたいです。ライブよろしくお願いしますとね、連続で送ってくださりありがとうございますね。でもテンス、そっか、ライブビューイングがあったから向こうでもね見れるんだよね。すごくありがたいですね。配信とかもねいつもあるもんね。そうやってグローバルで見れるの嬉しい。あ、ニコニコから来た、おかえり、やっほー。はい、ね、いやでも私もね韓国大好きで、クニさんもし見てたら分かると思うんだけど、イゴオルマイヨーっていう韓国語だけ私覚えて韓国に行ってるんだ。そう、そのコロナが流行る前、私韓国に毎年行ってて、1週間ぐらいお母さんと向こうに行っちゃうんだけど、そう、でもお母さんも私も韓国語が分からなくて、アニョハセヨーとチュセヨーと、あとイゴールマイオーばっかり、それぐらいしかわからない説あるんだけど、そうそうなの。イゴールマイオーって何って思うんですよ。これいくらですかって意味なんか向こうってお値段書いてないものとかもあったりするから、これいくらですかって聞くのとかがありますね。問屋とかでねあったりもするんでね、そういうのが。そうそうなんだよ。韓国ね、いいことを教えてあげるよ。韓国って1週間泊まるのに、真冬だと5万あればいけるんですよ。そう、実は結構ね、海外旅行ってお金かかるじゃないですか。だから私も韓国と、あとハワイに1回だけ行ったことがあって、おばあちゃんが連れてってくれたんだけど、それ以外は行ったことがなくって、ほんと韓国しか行ってなくって、韓国ってマジで真冬めちゃめちゃ寒いのよ。マイナス、運動行くんだけど、マジで寒いんだけど、その中で食べるアイスも美味しくって、なんだろう、寒いから安くなるのかな。そう、航空券も宿も合わせて5万で1週間泊まれるんだよね。5万あれば余裕で泊まれるってぐらいだったかな。そうそうね、辛いもの食べるのに良さそうだね、冬だと。そうなの、安いよね海外旅行で考えると。そうだから、ぜひ海外旅行行ってみたいという方、韓国ぜひ行ってみてほしいです。私も行きたいな、行きたいです。はい、